今日、皆さんに覚えて帰ってほしい言葉は、相関係数です。世の中には、間違った分散投資と正しい分散投資がありますね。間違った分散投資というのは、とにかくいろいろなものに投資する。正しい分散投資というのは、相関係数を意識して、いろいろなものに投資する。相関係数を意識できるかどうかが、正解と間違いの分かれ目になるんですね。相関係数は、マイナス1から1の間の数字を取る。プラスの数字だと、正の相関。マイナスの数字だと、負の相関という感じになっています。みんな大好き、d m a x シリーズの相関係数の一覧です。全世界株式と国内株式の相関係数は0.639。プラスの数字なので、正の相関。つまり、 多様な値動きです全世界株式が値上がりすると国内株式も値上がりすることがまあまあある全世界株式が値下がりすると国内株式も値下がりすることがまあまああるそういう感じですね相関係数を意識して分散投資を考えるこういう視点を持ったことあるでしょうかめちゃくちゃたくさん分散してるつもりでも強い性の相関を持つものばかりに投資していたってことであれば分散投資の効果は弱まります一方で負の相関を持つものも含めてバランスよく投資するとこっちは下がったけどあっちは上がったっていう感じで下落ダメージを軽減できる可能性が高まります分散投資をより有効に機能させたければ負の相関を持つものを組み入れていく必要があります